バイオブラウ、後ろだったわ。楽になったか。楽になりました。ありがとうございます。なんかもう肩の力を抜いてね、やっぱなんかツアーというよりやっぱりさ、もう楽しんでゲーム実況することっていうか大事だなと思いましたね。はい。これで一服やるかということなんですけども。まあ、やっぱり楽しむことと、見ていただいてる方々がね、なんか見てて、気持ちよくなるというかね、もうなんか、コーヒーとかさ、炭酸とか飲みながらさ、こんなさ、もう夏のさ、草暑くなってきてる中でさ、なんかもうなんかね、なんかゆっくりゆっくりやってるというよりもさ、なんかもう痛快爽快ってやってるからで、サンチョパーサーズ、ドゥルシャヒニョウ、助けていくとさ、オールのランスだぜ、返せよベイベーということなんですけれども、はい、皆さんですね、まあ、そんなことなんでね、もう今ここにね、いっぱい私どこにいるのかって言ってやっぱねスペインにいるんですよね。スペインですね、皆さんね、ぜひね行っていただきたい。もうスペイン素晴らしい街なんですよね。でスペイン素晴らしい街なんですけれども、まあ、残念ながらね、犯罪率もすごく高いというところでございますので、そこら辺だけねぜひね気をつけていただく必要があるということでございます。それでどんな犯罪が多いかというのは、スリもうめっちゃ皆さんの財布を狙ってくる奴らが多いということですね。例えばイタリアのローマなんかっていうのはなんかすごくね、スリじゃないなんかね、小さい子供たちがなんかあなたのことをですね、取り囲んで、取り囲んで、なんかキュイ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 ってた気がするけど、宝物を取り忘れているなんてことは、宝物めっちゃ取り忘れてるわん。宝物めっちゃ取り忘れてるわん。がっつりあるね。あ！宝物取り忘れてるわ。これ戻れないかな？戻ったりはできないか、サンチョパンサー。うん。戻れなーい！マジかー！やり直しだー！裏でやっとこう。裏でしこっとこう。でん。裏でしこるしかないよねー。ということで、こっち登っていこう。積極的に登っていくしかないよね。縛ったわー。そう。で、何の話したっけ？そうだ、イタリアのローマだ。僕はイタリア、ミラノしか行ったことがないんで、ローマがどんなのかってちょっとわかんないですけどね、ものすごい今奇妙な話したよね。そうそう。で、イタリアのローマ行くとね、なんかね、小学生くらいの男の子か女の子が、なんか観光客のことを囲んでですね、で、なんかありとあらゆる手法っぽからですね、カバンに手を突っ込んでですね、で、なんか、中をもう、もう、あからさまにこう、まさぐってくるっていうことがあるみたいなんでね。ですから、子供に囲まれそうになったら皆さんですね、やばい、逃げなきゃっていうことで、どんどん逃げるっていうことが大事なんですね。あー、なんかこっち向きでやったりよーとか、積極的ご挨拶。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。やったー、なんかハンドガンの弾を受け取ったーって、なんかね、なんか RPG なんかにありそうなセリフだけで。上はいないのか。あ、まだ行った。あ、ダメですね。しっかり寝といてください。お休みください。寝ろ。ああ、なんか向こうの方で一物出して振り回してるやつがいる。そんな積極的に出さないでよ。一物はちゃんと大事な時に、うわー、一物出せなくてなんかもう中折れしてるやつがいるよ。はいはい。中折れしてるようなやつはね、女の人からしたらもう用はありませんからね。はい。残念ながら、まあ、倒れといてください。ごちそうさまでございました。ということで。で、向かっていくとですね、積極的にギュイーンって走ってくるやつがいるんだけど、どこだ？なんかどっかでブー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 って、どっかで連続的におならをしてるやつがいるんだけど、どっかで連続的におならをブー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 してるやつがいるんで、そっちに関してはもうドタ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 、あ、そっちから来てらっしゃったんですね。ああ、ごちそうさまでございます。ということで倒れといていただきましょう。あ、サンチョパンサ来たね。サンチョパンサ来た。ダタタ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 、あ、いた。あ、いた。背中に積極的に穴を開けていきましょう。ああ、倒れてらっしゃいますね。倒れてらっしゃるんで、ああ、足。ということで、キック倒れたかな。あ、やばいどう。今、ものすごい打ち上がってたね。もう、敵も味方も関係ねえってことなんですね。はい。ということで、ドッカー。いい加減にして。あ、いい加減にしてくんろー。ということで、お見舞いキック。前世はきっと男だった。ああ、男にも刺してあげるよ。ご褒美だもの。まあなんか、そっちの方にやっぱ目覚めちゃう人とかもいるみたいですからね。どうしてもね。はい。はい、お疲れ様でございました。ということで、はい、ということで、こっちの方に進んでいくとですね、やっぱり、働きすぎの方々がたくさんいらっしゃるということでございますんでね、今度はね、彼女らのですね、タイムカードやっぱね、積極的にこちらの方からどんどん切っていかなきゃいけないということでございます。はい。で、労働組合の方が結構ね、クソやかましくてですね、俺たちはもっと働きてんだ、給料稼がないと、国のおっかを壊すことができねえんだでやーということで、いろいろとね、やっていっているということでございますね。そんなこと知ったこっちゃないよってね、あなたたちの労働生産性が悪いからそういうことになるんでしょうということでですね、企業の方はこちら突っ走りに行って、これが企業の闇ということで、ギャーリャー
ドーン。生きてる？あ、倒れてるやつがいますね。はい。どうやら、あー、どうやら積極的。積極的すぎるー。積極的に働いていただきたいというお気持ちはね、すごくわかるんですけど、でも、そんな積極的に階段の中に食い込んでいかなくても大丈夫でございますよ。はい。ということで、こっちの方に向かっていくとですね、なんかね、いろいろとね、こっちの方に向かっていくことによって、新たに追加される労働組合の方々は、あれ？労働組合の方々、あ、なんだ、労働組合のでね、もっと働かせてくんろうっていう方々も、所詮はその程度だったぴょん、ということだったっていうことですね。で、じゃあ、これまずとりあえずレバーを下ろしてですね、はい。お帰りになるですね、キロをですね、どん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 積極的に、あ、待って。また積極的に、また積極的な奴らがいるな。まだ積極的な奴がないけどな。はい、はい。積極的な人たちにはですね、やっぱり積極的なこちらからもね、愛をあげないといけないですからね。はい。あ、まだなんか、いるね。あ、来てるね。積極的に包丁持ってるよ。そんな彼らには、足を砕いて差し上げましょう。まだ動けるなんてしぶてえじゃねえか。なかなかやるな。ということで、はい。ルイス・セル・ナバーロ、こっちだよ。ナバーロ。うわぁ、なめえの。ペロペロの。で、こちらに何か宝物があるね、あるね。ということで、出たところをバッチャンしていきましょう。で、こんな彼らのね、労働環境も劣悪なのかって言われるとね、別に劣悪な環境を与えてるわけじゃなくてね、彼ら自らが劣悪にしてて、長時間働いているっていうような状態をね、作り出しているというところでございますから、まあ、こっちに正直ね、責任はないですよっていうところが、まあ、ぶっちゃけなところなんですよね。はい。なのに、なんかね、働いても給料が上がらないよと、それはそうであなたたち働いてないんだものっていうのが、まあ、こちらの、ね、本音っていうところでございますがね、こっちの方に向かっていくと、あれ？あ、アシステッドではあれですね、旦那さんしか出てこないですね。てっきり奥様の方も出てこられるのかなと思ってたんですけど、奥様の方出てこられないですね。なんか無視してどんどん走っていっちゃったんですけど、なんか私は寂しい存在なのかもしれないですね。あ、いた。はい。うわーということで、これを拾って、でも使わないよーんってことですね。使えそうだけど使わない。使えると使うはまた別っていうことですね。ああ、なんか、むにゅむにゅしてる。起き上がってきたー。残念でしたー。っていうことで、あれ？あ、そうなんだ。アシステッドはあれなんですね。てっきりなんか、夫婦でね、佐々木さん夫妻が出てこられるのかなと思ってたんですけどね。はい。まあ、残念ながら出てこないということだったので、まあ、佐々木さんだけだったということでね。はい。佐々木健介さんだけで、佐々木涼子さんは出てこなかったということでございますね。はい。ということで、こちらの方向かってまいりましょうか。で、こちらの方向かっていてですね、早速ダイナマイトを使っていかないということで、こちら、ドゥーン。さあ、果たしてあれですね、ダイナマイトを使うと一体どうなるのかっていうところなんですけど、積極的にね、ぐるーんってなるってことでございます。はい。で、本当にただの緊急者かっていうと、ハンサムなプーでございます。ハンサムなプーちゃんでございます。ということでございますね。はい。で、まあ、俺らただのハンサムなプーラーってことなんですけれども、まあ、プーっていうのはね、やっぱりね、クーマのプーってことで、蜂蜜が大好きなんですなーってことでございます。はい。あ、ちなみにさっき、冒頭の方で話したですね、ローマで子供が手突っ込んでくるよ、危ないよっていう話をしたんですけど、もう一方でね、バルセロナですね。スペインのバルセロナ。サグラダ・ファミリアとかね、ミカサとか、ミカサじゃない、なんだね。ドーモじゃない、ドーモはミラノだった。はい。ミカサか。とかもあるとかっていうのは、いろいろあるんですけど、お待たせしましたー。お前のこと待ってたよーって。よくも歩きはロケットランチャーでぶっ飛ばしてくれたら、そのお返ししてやっかんなーってことで出てきたんですけど、うわー、飛んでいくわー、ぐるっと回って。握り潰されちゃうけど、お手手が弱いよねー。あー。そう。バルセロナですね、世界一、上から降ってきたってね、親方、空から、ドゥオーモが、はい、ドゥオーモっていうのはミラノにあるんですね、大聖堂のことでございますね。はい。まあ、そのことですけど、世界で一番スリが多い街、バルセロナっていうことで、まあ、非常に有名らしいのですね。はい。ということで、こいつをまず、ダダ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 ダ、全然聞いちゃいねえや。浮いて、積極的にキック。おー、あら、負けないぞ。顔を打ってたら、顔を打ってたら、超余裕じゃん。俺何してんの？バカか。あ、たかたね、だ。はい、積極的にですね、こいつのね、顔をね、アゴポン、危ない、危ない。お股抜けていくポン。こっちで、はい。で、バイバイ。
こやばい2匹相手になっている、2匹相手になっている、あーよかったよかった、1体はやっぱり俺は髪が長い方の男性の方がお好きなんですということで向こうの方に向かっててくれたということで、はい、お尻どっか隙間ないのかな、なんかこれをとりあえずなんかバカバカ置いてったらいつかはなんかどっかやられてくれるんじゃないかなということを信じているんだけど、やられてくれないようですね。おまたくぐらないのね。なんだかラスボスよりも強い予感がしてきたぞ。あーやばいということで、ダダ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 、そうなんですね。でよくよく見るとね、やっぱりね、チャプター8の時に出てきたね、彼がいたじゃん。あー死んだわ。あれなんか脈力もなく後ろからあれが出てくるわけじゃないんですね。あれ朝はやつだけでございますね。ということで、これでどっか行くっていうことあるんですかね。まあ彼が一人でなんかなんとかなるっていうことをどっかからちょっとダイナマイトを持ってきてくれるっていうことを信じて、あ、私はですね、アイテムを拾っていくっていう、のんびりとした旅でもやっておこうかなというふうに思います。はい。ということで、早くできればダイナマイトを手に入れてきてほしいんですけど、ダイナマイトどこ？ダイナマイトちょっと取りに行ってきてほしいんですけど、ダイナマイト取りに行かないの？あ、そうですか。じゃあ穴でも開けときましょうか。ぐわー、俺の口臭浴びせてやるよ、どうだ、くせえだろーっていう、大丈夫、口臭以外は全部臭いから安心してっていうことなんですけどね。ということで、なんか走ってらっしゃいますね。ダーン。ちなみにですね、今回の、なんか彼に関しては、面白いことに、エルフィギョンテさんですね、本来は本体を撃ったところ、乱暴を撃ったところで倒すことができなかった。なんて言うんだろう。ロケットランチャーみたいな特殊な武器を使わない限りは、本体をいくら攻撃したところでですね、うわ、臭そう。うん。残念ながら、倒すことができないということだったんですけど、腕毛がすげえな。うん。ムニ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 ュってなってる。はい。まあ、二人とも酔っ払って寝ちゃったということでですね。はい。ということで、これを積極的に開けていきたいけど、開けられないということですね。はい。まあ、そんな困難もあるんですけれども、まあ、じゃあ、ここ、仕方ないから開けていこうか。はい。そういうことなんですよね。うん。だから、原作だと、その寄生虫をナイフで切り刻むか、寄生虫を直接ね、なんか武器でぶちのめすかっていうことをしないと一生倒すことができなかったっていうことなんですけど、今回はですね、本体をね、ダダ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 って撃ち続けることでもなんか倒すことができるっていう、ちょっと優しい目になってると。まあ、当然寄生虫撃つ方がね、ダメージがでかいわけなんで、そっちの方がいいよっていうことなんだけど、わーしまったー、宝石とかトレジャーとかも取り忘れてるー、そんなーバカなーナバローということで、はい、裏の方でね、ちょっとね、やり直している可能性が非常に高くなってきたんですけれども、てか高いというか、まず間違いなくそうやっているだろうということなんですけれども、まあそうなったらね、はい、まあクリアポイント手に入れてたとしたら、あ、なんかやつ裏でやってたんだなということで、お見知りおきをしていただけたら幸いでございますということでございます。はい、ということでですね、はい、無事ね、なんとかツインズをぶちのめすことができたということでございますんで、はい、ツインズ系がしますかね。はい、シュワちゃんがね、弟役として出てくるやつなんですけれども、まあそんなこんなで楽しかったということで、一旦このあたりでね、終わりにしたいというふうに思います。ということでね、今回のツアーガイド いかがだったでしょうか。積極的な人たちをですね、やっぱり働くっていうのはね、時間を区切ってね、生産性高くやっていかないと意味がないですから、はい、そんな彼らをですね、ぶちのめすというところで終わっていきました。ということで、今回はね、ツアーガイド以上とさせていただきます。また次回をパートでお会いいたしましょう。働きすぎ勉強の次にはご注意ください。チャンネル登録もよろしく。ではまた。